どうも、亀ちゃん大好き、センターテールです。いやー、どうだろうね。どうだろうね。先日ですね、ビッグレプっていうね、ビッグサイトで、やってるジャパンレプタイルズショーで、まあ、ビッグレプっていう、イベントがありました。まあ、爬虫類とか小動物とかのね、即売会のイベントだったんですけども、まあ、そこに、参加をしてきました。まあ、楽しかったですね。で、そのビッグレプでですね、僕も亀を一匹、新たに、お迎えを、いたしました。はい。なんで、まあ、今回はね、お迎え動画っていうところになってくるんですけども、で、何をお迎えしたかっていうと、まあ、すっぽんですね。はい。すっぽんです。先日に、アルビノの、すっぽんのベビーをね、たくさんお迎えして、で、うちですでに飼ってるアルビノすっぽんのハマちゃんっていうカメがいるんですけど、まあ、その子が男の子ですと。なんで、そのハマちゃんのお嫁さん探しっていうことで、メスのすっぽんをね、欲しいなと思ってまして、で、まあ、その、ベビーもね、お迎えしたんですけども、で、今回、なんとね、もう、成長した、すっぽんのメスっていうのが、売っていましたんで、おおーと思って、これは、嫁さんにいいんじゃないのかと思って、そのすっぽんをね、新たにお迎えしました。もう、大人のサイズのすっぽんですね。で、まあ、問題はね、そのお迎えしてきたすっぽんなんですけども、本当か合ってる？大丈夫？まあちょっとね、怪しいぞと。怪しいぞっていうね。まあ、ということで、まずはね、そのすっぽんを見ていこうかなと思います。はい、ということでね、こちらが新たにお迎えしましたすっぽんです。ちょっと今何も見えないと思うんですけど、後でちゃんと見せます。今何してるかっていうと、厄浴の最中ですね。まあ、今回お迎えしたこのスッポンは、ワイルドさん、まあ、野生のスッポンですね。なんか奈良で捕まえたスッポンらしいんですけど、はい。まあ、奈良のね、普通に野生で生息してたスッポンを捕まえてきてっていう話だったんですけど、まあ、おそらく、捕まえられてですね、まあ、狭い容器に入れられて、で、かつイベントとかでね、移動なんかもあって、相当なストレスが、この子にはかかってたと思います。まあ、なんでね、まあ、すっぽん、お肌弱々なんで、この子も漏れなくですね、背中の方を炎症してました。なので、まあ、連れて帰ってきてから、厄浴をさせてですね、今日でちょうど3日目になりますんで、厄浴終了の日ですね。ちょっとね、この、青だけじゃなく、水濁ってるんですけど、ちょっと入れたご飯とかが、ちょっと溶けちゃってこんな感じになってますけど。で、ちょっと余談にはなってくるんですけど、今この厄浴に使ってるのが、このサンエースっていうね、半年前くらいですかね、杏林から新しく発売された、魚病薬になってくるんですけど、これめっちゃいいわ。ああ、これ、これすごいわ。本当に余談なんですけど、これ3日間、今日でね、3日目の厄浴になるんですけど、もう全然綺麗になったわ。初日の状態とか、特に、映像とか撮ってなかったんですけど、結構でした。ああ、結構だったんですけど、もうだいぶ良くなりました。いや、これめっちゃいいんだよね。まあ、あんまこれ話しすぎてもあれなんですけど。まあ、ここにね、成分が3つ書いてあるんですけど、まあ、メチレンブルだけっていう予備薬多いと思うんですけど、他にもね、このスルファジンメトキシンナトリウムとかね、こう別の成分も入ってまして、なんでこう水カビだけに効くとかじゃなくて、まあ、いろんな感染症にね、総合的に効いてくる、予備薬になってくるんですけど、まあ、今までね、いくつか予備薬って使ってきましたけど、こんなね、もう即効性があるというか、すぐに綺麗になってくる予備薬は、今までなかったですね。はい、こちらね、今回お迎えしたすっぽんちゃんになります。うん。ね、活かしてますね。まあ、厄浴明けでね、甲羅こんな感じです。このまだ青くなってるところが、若干炎症残ってる部分なんですけど、もうここが最初はね、もっと広かったんですけど、青い部分がね、もっとバーっと広がってたんですけど、今はもうこんだけになりました。まあ、随分綺麗になりましたね。ねえ。かわいいっしょ。で、まあ、今回何かって言いますと、まあ、この子メスとしてね、売られてました。なんですけど、これ帰ってね、よく見たら、もう本当にメスかと。メスって合ってるっていうのがね、まあ、今回のちょっとお話になります。まあ、僕自身ももちろん購入するときにね、軽く見させてはもらったんですけど、まあ、メスって書いてあるし、まあ、まあ、チラッとだけ見てね、ああ、メスっぽいか、つって、まあ、それで買っちゃったんですけど、もうちょっとよく見ときゃよかったな、みたいなところもあるんですけど、はい、それでね、すっぽんのオスメスの見分け方っていうところになるんですけど、ちょっとね、ちょっと
ごめんね、ちょっとすべすべで持ちにくいんですけどすべすべで持ちにくいんだけどね、すっぽんのオスメスの見分け方、大きく2つありまして、1つはメスの方が丸い、はい、この子ね、全体で見るとこんな感じなんですけど、あーちょっと、まあはい、こんな感じでね、めっちゃ丸いっす。めちゃめちゃ綺麗な丸、あーすげー丸いんでね、まあこの点はね、まあ女の子っぽいなというところですね。すごい丸いっす。後でちょっとオスの方も見せるんですけど、で一番オスとメスで違うっていうのがこの尻尾ですね。尻尾の長さ、オスとメスで尻尾の長さが全然違います。オスは結構長いんだけど、メスは短い。でまあ一般的に言われるのはこの、ヒラヒラの部分ね、エンペラっていうところだと思うんですけど、この甲羅の部分より尻尾が短いと、まあ間違いなくメスだと。で時折ね、ちょっと長い子はいるんだけど、まあそれでも、結構短めでちょっと三角錐っぽくなってるのが、メスだと言われてます。でこれねちょっと尻尾長ない大丈夫、これ尻尾長い気すんだけど、まあ、こんな感じで、甲羅からはね、見ての通りはみ出していますし、まあ、そこそこね、しっかりした尻尾がついてんのよね。あー、大丈夫これ。これ本当に女の子？あー、これ本当に女の子かい？はい、こっちはね、うちで以前から飼育しているオスのスッポンのスシローですね。はい、ちょっと。あ、元気元気。はい、元気元気。はい、元気元気。元気。元気だね。元気。元気だな。だからさっきの子と比べてね、もう明らかに肉パンパンなんですけど。噛むし。手袋噛むし。で、さっきの子と比べてね、上から見るとこんな感じで、まず楕円形ですよね。あんま丸いっていう感じではなくて、もう楕円形の、おっと、こんな感じの、さっきの子と比べて、まあ、丸くはないといった感じです。で、尻尾は、まあ、こんな感じです。で、この子はもう 100% 男の子で確定です。もう、チンチン出てるしね。ねえ、こんな感じの、まあ、尻尾が長いだけじゃなくって、結構ね、ここが、まあ、チンチン入ってるんでね、こう、しっかりと、太めというか、ね、そんな感じです。まあ、尻尾もね、まあ、さっきの子よりは、まあ、明らかに長いのは間違いないとは思うんですけど、ただそんなに違うかっていうと、怪しいよね。怪しいよな。ねえ。尻尾こんな感じで。おいし。そんな変わるかっていうと、そんな変わんねえ気すんだよな。こんな感じの尻尾ですね。もう尻尾触んなっつってブチ切れてますけど。ブチ切れスシロー。手袋にもがっしり噛みついてますね。まあどうだろうね。女の子だとありがたいんですけども。はい、こちらね。お迎えしたスッポンですけども、まあ実はね、めちゃくちゃ薄っぺらいっす。まあガリガリっすね。ガリガリ。さっきスシローを持ってこう見てたんですけど、まあ、結構重量感あるんですよ。持ってると手疲れちゃうくらいにね。もうこの子そのね、3分の2くらいしか体重ないんじゃないかなと思います。もう超ガリガリ。全然ご飯食えてなかったんだね。もうペラペラですよ。厚みが全然ない、スシローに比べて。まあなんでね、とりあえず女の子だといいなぁと希望を、持ちつつも、まあまずはね、しっかりと、太らせていこうかなというか、このガリガリからね、ちょっと脱出させていこうかなと思います。まあこの子ね、なんか、もう相当お腹が空いてたみたいですね。お迎えした時から。まあ初日からね、カメプロス普通に食べ始めて、まあ、なかなかこのスッポンね、そんな簡単に飯食わないんですけど、相当お腹空いてたのか、そこそこ入れたカメプロスもね、全部食べたりと、まあ、相当お腹空いてたんだろうね。ガリガリだからね。まあ、見たところ、そんなに神経質そうな、性格でもなさそうなんでね、
まあ飼育自体はそんなに苦労しないかなとは思うんですけど、でこの子に関しては屋外でねこれから飼育していきます。まあこれからもう冬になっていくんでね、もうすぐ冬眠にはなってきちゃうんですけど、外にね、うちのハマちゃん、アルビノのスッポンのオスですね、その子とね一緒に暮らせるようにめちゃくちゃ広い飼育場所を用意していますんで、そっちの方でね飼育していこうかなと思います。その飼育場所についてはね、また改めて動画にしようかなと思いますんで、まあ良ければね、スッポン屋外飼育とかで、興味ある方は待っててもらえたらなと思います。まあこんな感じで、オスか、メスか、ちょっとわからない。ちょっとオスっぽいぞっていうね、メススッポンの動画でした。いやーどうだろうね。はい、ということで、今回はお迎えしたスッポンが、オスかメスか、怪しいぞっていうような、はい、そういった動画に、なります。いやー、ほんとどうだろうね。まあ、オスより明らかにね、尻尾は短いし、まあ、形も丸いんでね。まあ、メスと言われれば、メスな気はするけど、メスにしては尻尾は明らかに長いよね、みたいな。いやー。まあ、ちょっとわかんないんですけどね。まあ、まずはね、しっかりと、体格良くさせてね、冬眠に向けて、頑張っていこうかなと思います。あとはまあ、もうね、冬も近づいてきて、で、あらかた、爬虫類系のイベントっていうのもね、この暖かい時期が終わって、もうほぼ終了したような、感じかなと、思います。まあ今年ね、新たなお迎えもいろいろありましたし、まあ何しろね、結構なお金を使いましたね。お金がね、もうありません。まあなんでね、まあまあまあ、まあちょっとね、もうだいぶね散財してきましたんで、まあこっからはね、もうしばらくお迎えとかっていうのはないかなとは思うんですけど、まあほんとね、新たな、お迎えもいろいろあって、まあ非常にね、楽しみな、ところでありますね。まあこんな感じで、このチャンネルでは亀の飼育についていろいろやってます。亀飼育に興味がある方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではここまでのご視聴ありがとうございました。皆さんも良い亀ライフを。それでは、さよなら。いやー、買う前にね、よく確認しましょう。はい。